したがって東京の人口をどういうふうに分散させるかっていうことですね。東京の人口を分散させるにはやはり自治分権構成、住んでよかったという街づくり、住み続けたいという街づくり、これをやはりきちんと説明責任ですね、条例を作るということは説明責任と意思確認作用です。後からもこれは出てきますけどね、これを やらないといけないということになりますね。次に出てくるのがこれが政治行政の仕組みの見直しですね。もうこういうふうにやった統治、集権、確立、このやり方に限界が来て、このやり方によってあっという間に終戦、戦争、まあ私は戦前のことを知ってます。8月の何日だったですかね、27日だか8日ですかね、私のところに進駐軍が初めて来たっていうのを未だに覚えてますっていう、そういう年齢ですね。で、まあ、そうしてみますと、東京の3月の15日の東京の大空襲、これも私は東京の郊外だったんですけども、東の空が真っ赤で綺麗だなって言ったら、おふくろにそんなこと言っちゃダメとか怒られたことありますけども、それでも知って、それでもうほとんど東京が焦土と化したんですけども、どうです、10年経ったらもう完全に戦後の跡形もない、これが統治集権確立ね、これで最も効率的なやり方をして、それでシビルミニマムが充足したんですもん。シビルミニマムが充足をしていても、まだ公共工事にお金使い、どんどん使っちゃうんですかじゃなくて、優先順位を決めて、何が効果的なのか、こういうふうに決めましょうよっていうふうな位置づけになってきて、これが行政、政治行政の仕組みの見直しということになってきますね。今ちょうど選挙ですからあんまり深入りはしたくないですけども、各政とあまり変わりないですね。公約にそうはブレはない、昔ほどのブレはないような私は気がしてますけども、いかがですかね。次に分権の受け皿として何かって言ったら、分権の受け皿とすればもう市町村が決まります。分権の受け皿、先ほども言いましたけどもね、権限の移譲という、この移譲の移譲先です。国の持っている権限をどこに移譲するか、移譲先はもう決まりです。市町村に決まります。ね、身近な政府、市町村です。政府が市町村です。ですから、政府の市町村としての市長の責任と議員の責任、これは重たくなりますね。ますますそういう面では重要な、特に、地方の選挙っていうのは市長あるいは議員の選挙っていうのはますます重要性を増してくる。さらに次に高齢化ですね。高齢化、少子化、少子化の問題じゃないんです。ですから後に少子化としか私入れてません。高齢化の問題なんですね。ということは何かっていうと、少子化だから高齢化になっちゃうんです。どこの時代でも高齢者はいるんです。どの世代でもね、それをある程度きちんとしたお子さんがいれば、それを高齢者をその養うだけの人数がいれば、それほど問題ないんですね。まあ、ところが今は少子化、あるいはなかなか結婚をしないとかね、しても子供をなかなか産まないとか、まあ、こうなってきて少子化だから高齢化になるんですね。そうするとどうなるかというと、高齢者の方が働いている人間よりも多い、こういう社会になってきますね。したがって年金の問題だとか全てここで狂ってきましたね。これが実は問題なんです。
いずれこの状況をどう続くか、どうなるか、これからどうなるかということになると、そろそろ移民という話が出てくるかな。このまんま日本人があんまり子供を結婚しなかったり産まなかったりすると移民と労働力が不足しますから、移民という形で、入れてくるかな。そろそろマスコミもこれを取り上げてくるかなという、これ注意深くマスコミのニュースだとか、あるいはいろんな人の先生の話を聞いててください。そろそろこのままの状態だと出てきますよということですね。それから身近な政府、これは先ほども言いましたけれども、都道府県じゃなくて市町村です。ですから市町村合併が来たんですね。政府としてきちんとできる体制づくりをしようじゃないかということで市町村合併が来たんですね。で、市町村合併ができた暁にはどうなるのかって言ったら、ここで、都道府県の再編ということになってきますね。都道府県の都と道はもしかしたら変わりません。道は北海道ですから北海道も変わりようがありませんね。面積が広すぎて、したがって道州制の道は北海道の道ですから、したがって北海道は変わらないかもしれませんね。まあ、いずれにしてももう一度再編をしてくるだろう。さらに文献型の社会、これはどういうことなのかというと、これは上下主従、国が上、市町村が下、したがって、お上にその指示を仰ぐ、ご指導をいただく、まあ、こういうような姿勢があったんですけれども、今や上下主従という形から国と対等の協力パートナーだと、こういう形ですね。したがって内政の問題は市町村が行う、外交の問題が国が行うと、こういうふうに今後住み分けられるでしょうね。今問題になっているのは、世界で日本の首相がコロコロ変わりすぎて政権が安定しないために、不信感を抱かれるといって非常に政情不安定な国というふうに、世界では見られているかもしれませんけれども、皆さん方の生活はどうですか。それほど不安定って感じてないでしょ。市町村行政がしっかりしてるからです、ね、市町村がしっかりしてね、それを住民が支えているからです。だから不安定じゃないんです。ですからこの仕組みを将来的に市町村にもっともっと権限を下ろして、なぜ市町村に下ろすかといったら住民の声を一番聞けるという、聞きやすいという、こういう組織なんですね。ですから国のことでもここに市長さんいますけども、どんどん国のことを市長さんに言ってください。市長さんがそれをまとめて国に持っていけばいいんですから。それが政府としての位置づけですね。市町村は政府ということの位置づけですね。徐々にこういうふうに変わっていくと、こういうふうに思います。それから今までの機関委任事務というわけのわかんない、事務がありました。機関委任事務って法律上の言葉でもなければ何の法律上の根拠はないです。法律上市町村はって書いてあるのが機関委任事務だとされてました。どこでも機関委任事務って書いてない。2000年の4月1日に各社一斉に機関委任事務廃止ってこんな大きな見出しで取ってる。この見出し誰が何人分かる、日本の国民で分かる人がいるんだろう。公務員でさえも機関委任事務って分かんないよと。要するに鈴木俊一さんがわけ分かんなくしたんですよ、ね、
要するに明治憲法の運用をそっくりそのまんまして早くして効率的に確実的に国の集権のもとに戦国法をやろうという命題。